こんにちは、ゆるふわです。皆さん昨日も TikTok ライブ遊びに来てくださって本当にありがとうございました。普段なんかこう YouTube とかではお話しできない内容だったりとか、結構なね、裏話なんかを TikTok ライブでみんなとね、お話をさせていただいております。本当にね、今最強のね、3ステップができてるんですよ。まず1、ゆるふわのこの YouTube で、最新の情報をゲットしていただく。その後、2、ゆるふわの仮想通貨専門の情報サイト、ウェブサイトがあるんですね。ここでおさらいをしていただく。そして3番目、もしおさらいしてもわからなかったことがあったら、ゆるふわのこの平日9時から10時の TikTok ライブで直接私にね、質問をしていただくというね、この最強の3ステップが今整っている状態なのです。初めての仮想通貨でどうしたらいいんだろうって思われている方、このね、最強の3ステップをね、ちょっとね、ぜひね、ご活用いただければなと思います。はい、そして今日ね、皆さん相場確認していますでしょうか。ビットコイン全戻し to the moon ですよ。めちゃめちゃ全戻ししてきました。もうこれこそね、ある意味本当にね、こうジェットコースターみたいな感じで戻ってきたんです。なのでね、どんなトゥーザムーンになってるのかっていうのをね、はい、一緒にね、チャートを見ながら、解説させていただきたいとともにですね、はい、昨日、バイナンス SEC にね、提訴されましたけれども、なんとね、その後にコインベース、提訴されました。だってコインベースって株上場してますよ。そこのコインベースが提訴されるということでね。これもね、また相場にこう影響与えてくるのかなと思ったら、トゥーザムーンですよ。もうちょっとね、よくわからないことになってるんですよ。本当に今日もいろんなね、ニュースが入ってきていて、本当にその SEC の事件ももちろんなんですけれども、はい。ルイ・ヴィトンの NFT のニュースも入ってきてます。皆さんそういうのも気になりますよね。今日は、そういったね、もうニュース盛りだくさんとなっておりますので、ぜひぜひね、ゆるふわのチャンネル最後までご視聴ください。はい、まだね、チャンネル登録してなかったよ。高評価ボタン押してなかったという方ね。はい、ぜひチャンネル登録と、グッドボタンいただけるとね、ゆるふわめちゃめちゃ喜びます。&励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。でね、今回 SEC がバイナンス US にある資産をね、凍結するというニュースも流れてきているので、今バイナンスグローバル使われている方ね、結構真剣に考えた方がいいと思います。で、日本のユーザーの方に関しては、まあ、バイナンスジャパンになるので、今年の11月の30日までに、まあ、いろんなね、バイナンスグローバルに置いてある資産を移動するなりっていう、対応してくださいっていうのは再三お伝えをさせていただいてるんですけれども、ならなんでみんながね、今までそのバイナンスグローバルを使っていたのかというと、やっぱり、取引ボリュームだったりとか、時価総額ランキング、もうぶっちぎりナンバーワンです、バイナンスが。なので、そこの信用信頼感っていうのは、バイナンスはもちろん持ってます。なんですけれども、この SEC がね、資産を凍結すると、おいおいおいみたいな、それがね、キャッシュ、現金と仮想通貨、両方凍結するっていう内容なんですよ。バイナンスが、まあ、不動のナンバーワンです。ナンバーワンという信用信頼感からバイナンスを使われていた方ですね。ぜひ、OKX が世界第2位の仮想通貨取引所なんです。皆さん知ってますでしょうか？バイナンスに次ぐ大手の仮想通貨取引所、御三家と言われる歴史ある仮想通貨取引所は OKX になります。で、今回 OKX なんですけども、今ね、OKX、イベントが行われていて、ミステリーボックスがいただけたりですとか、最大6万ドルのボーナスが、付与されるキャンペーンを6月のね、30日まで取り行っております。ね、バイナンスを、その世界ナンバーワンの取引所だからと思って使われていた方ね、ぜひね、OKX、おすすめです。取引ボリュームもすごい、板も厚いですし、取引ボリュームもあるし、まあなんといってもね、その世界第2位という安心感あります。そして今ね、今絶賛キャンペーンイベント中というのもありますし、またまたまたなんですけれども、野村ホールディングス出資の、狛犬と提携をしたんですね。これ何なんだっていう話だと思うんですけれども、
その狛犬と接続がされたことで、投資家の方は狛犬というところに資産を保管しつつ OKX でトレードができるんですよ。なのでなんか FTX みたいな事件になった時にですね、仮想通貨の取引所に資産を置いてあったら、なら FTX が潰れちゃいましたってなったら、もう資産も何も没収される、なんて言ったらいいんだろう、資産はもうなんて言うんだろう、なくなっちゃうじゃないですか、引き出せなくなっちゃう。なんですけど、狛犬というのはカストリーサービスプロバイダーなんですけれども、これを接続して使うことによって、ユーザーは資産を分離して安全に保管しながら投資機会を最大化することができるという内容になってるんですね。そう。なので、それこそね、今バイナンスで、うわ、バイナンスやばいじゃんってなったとしても、その狛犬みたいな、そういったサービスと接続をして、まあバイナンスがね、それを提供されているかわからないんですけど、使って、そのバイナンス上で取引をするみたいな感じです。なので別にバイナンスが潰れようと、SEC にバイナンスの資産が没収されようと、その私たちの資産がその狛犬というカストリーサービスプロバイダーの中にあるから、まあ別にいいんですよ。っていうことになります。っていうのをね、OKX スタートしたんですね。そう、なのでね、こういったこともあるのでね、本当にね、OKX は今めちゃめちゃトレンドに乗っていて、Web3 ウォレットを使うとメタマスクを使う必要性がなかったりとか、もうそこで全部できちゃうから、スワップもできるし、NFT の保管もできるし、NFT の売買もできるし、本当にメタマスクみたいな存在なんですね。Web3 ウォレットあるでしょ？で、このね、カストディーサービスプロバイダー、狛犬もね、提携したでしょ？っていうことなんですよ。なんかもう全部がね、OKX で完結してしまうんですよ。そう、そういった意味で、そう、世界第2位という、なんかこう、安心安定感っていうのかな？もあるので、ゆるふは個人的にはね、すごく一押しとなっております。はい、それではね、早速なんですけれども、はい、to the moon している、ビットコインはもちろんなんですけれども、注目しているトークン、そして最新のね、コインベース、バイナンスはもちろんなんですけれども、ルイ・ヴィトンの NFT についてもね、はい、情報をシェアしていきたいと思います。それでは、レッツゴー！じゃじゃん！ビットコインです。現在の価格が 26,840 ドルとなっております。で、今ですね、これ今1時間足で見ております。はい、皆さん見てください。ここでバイナンスショックが起きたのが、6月6日深夜12時です。バイナンスショックで一気に下がりましたね。はい、下がりまして、一番下がったのが6月6日の午前4時頃ですかね。バイナンスショックで一気に 25,380 ぐらいまで下落しました。で、そっからね、わあ、なんかもう一回下落があるのかなーと思ったんですけれども、はい、こちら。6月6日の、6月6日夜の9時頃ですね。まあ、ここがね、コインベースになるんですかね。の発表を受けました。ここで若干下がったものの、トゥーザムーンしてるわけですよ。今の現在見てください。ここちゃんとビヨーンってのも、そう、バイナンスショックの前に戻りました。で、今は、そうですね。ちょっと落ち着いては来ていますが、そこまでね、下がってきている様子も伺えない状況となっております。で、現在の、変動率はマイナス 1.41% となっております。いやー、ここまでね、これはめちゃめちゃ強いですよ。めちゃめちゃ強い。ビット強いですね。なんですけども、引き続きゆるふわは6月下落目線でおります。なので、ここまでね、全戻ししてきたから、こっからね、上昇の波が一気に来るのかと言われると、個人的にはあまり思っていないです。なので、引き続き、本当にね、チャートに関しては注意して見ていただきたいとともに、なんかあんまりこの激しい波に乗るのは、ちょっと危険かなとも感じています。そう。だってあまりにも、だってこれまさにジェットコースターじゃないですか。ここのチャート見てください、このチャート。ビューで、うーって、うーみたいな。なんかもうまさにジェットコースターじゃないですか。そう。皆さんね、ちょっとね、お堅いゆる不安はね、ちょっとこのジェットコースターにはね、ちょっと乗れないかなっていう気分です。はい。それではね、イーサリアム見ていきましょう。イーサリアムも同じです。全戻ししております。現在の価格が1877ドルとなっておりますね。
ほぼね、ビットと同じ動きをしてますね。ここ、バイナンスショックで一気に下がりましたと。で、ここがコインベースショックと呼ぶのでしょうか。コインベースの発表があって、落ちましたと。で、戻ってきてという感じですね。はい。イーサリアムも同じ動きをしております。はい。そして次、ライトコイン見ていきましょう。ライトコインもね、戻ってきましたね。ライトコイン現在の価格が90ドル乗ってきました。でね、今ここでね、横している感じなんですけれども、はい。で、ライトコインなんですけれども、今年のね、8月に半減期を迎えるということで、私はね、8月まで注目しているトークンとなっています。そうね、ここのね、83とかでね、どうだったかなっていう感じなんですけどね、ちょっとこのね、ちょっと今のこのジェットコースターな、ビットコインの動きにつられている感じなので、まだちょっとなぁと、6月もうちょっと下落あるんじゃないかなと個人的には見ております。で、昨日ね、ちょっと TikTok ライブをさせていただいた時に、半減期って何ですかっていうご質問をいただきました。はい。半減期なんですけれども、マイニングのね、採掘の、報酬あるじゃないですか。それが半分になるイベントのことを、半減期と呼んでいます。そう、ビットコインに関しては4年に一度のサイクルでね、半減期というのが来るんですけれども、本当にトークンによって様々です。そういったね、ことも、ゆるふわの仮想通貨のね、情報専門ウェブサイトの方で解説をさせていただいておりますので、ビットコインって何？半減期って何とか、アルトコインって何とか、もう本当ね、そういったワードに関しても、本当にわかりやすく解説、わかりやすくね、解説をさせていただいておりますので、ぜひそういった用語の確認だったりとか、そういったこともね、ぜひゆるふわの、ウェブサイトの方をご覧ください。そういったことがありました。TikTok ライブでもね、なんかこういろんな方とね、こう関わることができてね、日々、すごい新鮮な感じでね、面白いなと思いながらね、本当にね、1時間すごく楽しませていただいております。はい、それでは次、マティックもね、現在の価格が 0.8 ドルとなっております。マティックは下落してますね。バイナンスショックの反発からの戻しですね。いや、マティックちょっと弱いですね。マティック弱いな。現在の、変動率はマイナス 2.1% となっております。はい、次、アバランチ強いですね。アバランチはもうほぼなんかビットコインとイーサリアムなどと似たような動きをしてきている状況でしょうか。ここがね、コインベース S、コインベースのね、提訴の発表があった時ですね、ここ。が、13.91 ドル付近でありましたが、そこからビットコインと同じく上昇して、現在が 14.56 ドルということです。いや、アバランチもね、結構強いんですよね。最近強いので、本当にビットコインと似たような動きをしているチャートをしております。はい、それでは OKB ね、毎回言ってるんですけど、OKB めちゃめちゃ強い。はい、OKB 見ていきましょう。これちょっと今4時間足なんですけど。はい、こちら OKB の1時間足です。めちゃ強い。だってこう、バイナンスショックありました。下がりました。43ドルまで行きました。一気に OKB だけ、全戻ししたんですよ。もうしてたんですよ。で、まあ、横下がってきて、ここが多分コインベースですね。コインベースで若干 43.6 ドルまで下がったものの、また戻ってきているというチャートになってきております。本当ね、OKB めちゃめちゃ強い。なので私は個人的に40ドルとか、本当40ドル切るんじゃないかなぐらいなところをね、いつも狙ってるんですけれども、まあ本当に下がらない。なので、今ね、ちょっと次ね。はい。こちら BNB なんですけれども、BNB ね。まあ BNB はバイナンスが発行しているトークンなんですけれども、そう、なので BNB と BUSD に関しては、かなり注目して見ていった方がいいかなと思います。これからね、どういう風になるのかわからないので。なので、そう。で、これね、BNB に関しては、現在の価格、278ドルとなっております。バイナンスショックで一気にね、300ドルから下がって、今横ばいをね、続けている状況となっております。で、BNB が今、時価総額ランキング、先ほども確認したんですけど、4位なんですよ。バイナンスに何が起きたとしても、時価総額ランキングは4位なんです。ということはですよ、この OKB のこの強さを見ていると、将来的には、もしかしたら、OKB が BNB に競ってくるぐらいまでね。今 OKB の時価総額ランキングが多分ね、24位ぐらいだったかな？だったと思うんですよ。
なので本当にね、あの BNB にね競ってくるのではないかなと個人的にはね思っていますし、本当にね、あ、そうなってくれたらねめちゃめちゃ嬉しいなと思っていますというね意味で、あの OKB 注目しております。はい、こちら初めてなんですけれども、オプティミズムです。現在の価格が 1.46 ドルとなっております。はい、こちらオプティミズムのチャートなんですけれども、何をなんでね今回オプティミズムを取り上げたかというと、オプティミズムねアップグレードがあったんですね。そう、ベッドロックって読むのかな、ベッドロックだってるよね、ベッドロックというアップグレードがあったんですけれども、それが無事に完了しましたということでね、今ちょっとね注目されているトークンとなっております。オプティミズムもね、あのチェーン系のトークンなので、あの比較的私が注目しているトークンに、あの似ているトークンになります。ライトコインだったりとか、マティックだったりとか、あとアバランチだったりとか、コスモスだったりとか、これとなんかこう似たような同じようなジャンルのあのトークンとなっておりますので、今回ね初めてあのオプティミズム知ったよという方ね、ぜひあのアップグレード完了のニュースもあのいろんなところでね出ているので、ぜひ見てみてください。ということでね、今日のね仮想通貨のねジェットコースターの雰囲気、トゥーザムーの感じをねお伝えさせていただきました。それでは最新のニュースをね一緒に見ていきましょう。じゃじゃん、もうこれはね皆さん必ず見てほしい。コインベース提訴、 SEC のゲンスラー委員長が、はい、衝撃のねもう仮想通貨は必要ないということでね、衝撃の一言を添えられております。で、再三ね、あの、チャート見ながらお伝えをさせていただきましたけれども、コインベースが SEC にね、提訴されました。SEC は、大手仮想通貨取引所、コインベースを提訴したことを発表しました。これでね、若干下がってはいましたね。若干下がってはいました。なんですけれども、トゥーザムーン、ジェットコースターになってましたね。はい、なんなんだっていう感じなんですけれども、コインベースの問題はですよ、コインベースのこのステーキングサービスが有価証券の提供であるということが指摘されてるんですね。ここが問題となっています。そう。なので、でもですよ、だってこのコインベースって株上場してるじゃないですか。で、株が上場するのってめちゃくちゃ審査厳しいし、すごい大変なことなんですよ。その工程を踏んでコインベースの株って上場してるのに、いや、なんで今になって、その、なんていうの、ステーキングサービスが、あの、有価証券になるみたいなね、後付けのような感じにね、してくるのかなっていうのがね、すごく、の、どういった意味なんだろうなっていうのを、すごくこのニュースをね、聞いて感じました。そう、どういった意味みたいな。ということでね、はい、コインベースも、あの、バイナンス同様ね、あの、提訴されているわけなんですけれども、コインベースに関しては、あの、最高裁まで戦う意思を述べられています。なのでね、これからもね、ニュースちゃんとね、注目して一緒に追っていきましょう。はい、で、じゃじゃん。ちょっとね、冒頭でもお伝えさせていただきましたが、アメリカの SEC がバイナンス US の資産凍結を要求ということで、みたいな。SEC が資産凍結要求して、これが承認されたらですよ。どうなっちゃうのっていう感じないですか。だってね、そこにね、お金置かれている顧客のね、方ってどうなっちゃうのっていう話ですよ。皆さんだからね、ちゃんとこうやってね、最新のニュースは確実に追ってください。今回 SEC はバイナンス US の資産を凍結することを裁判所に要求しました。そして同社が保有したり、同社でユーザーが取引している仮想通貨とですよ、法定通貨、両方ですよ。これを、アメリカにすべて送金することを求めたということなんですね。おい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 って感じじゃないですか。ユーザーの方がね、保有されている口座にね、置かれているね、そういったものもね、すべて送るのかっていうことなんですよ。ちょっと大丈夫なのかなと思いますね。で、今回のこの SEC のね、申し立てが認められればですよ。すべての対象資産を30日以内に新たに作成されるウォレットに送金する必要があるということです。で、このウォレットの秘密の鍵や関連する機器、ソフトウェアは、バイナンス US の運営企業と従業員のみが管理できるとし、バイナンス本体と CZ 氏らと共有することは禁じるとしたということなんです。いやー、ちょっとね、本当に皆さん、
ご自身が信用、信頼しているところに必ず置いてください。こういったニュースがね、突発的に出てきた時に、もしご自身がちょっと、危ないかもなって感じたのならばね、その、柔軟に対応ができるように、ちゃんとね、準備は整えておいてください。よろしくお願いします。もう何度もね、お伝えしてるんですけれども、ゆるふわとね、ゆるふわはね、もうどうしてもね、この波に乗るタイプなんですよ。波に乗るタイプ。なので、波に乗るには、ちゃんと下準備が必要なんです。土台が必要。なので、必ずですね、仮想通貨取引所ももちろんなんですけれども、波に乗るための準備をしておく。これはね、もう皆さんね、ゆるふわファミリーにはね、マストでお願いしておりますのでね、お時間ある時にね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、じゃじゃーん！皆さん気になってましたね。なんと、ハイブランド、ルイ・ヴィトンから、NFT が発売されます。そう、なんとね、この NFT の価格なんですけれども、日本円で約586万円ということです。めちゃめちゃ高級な NFT ですね。はい、ちょっと見ていきましょう。こういったね。はい、ここにね、詳細が書かれております。販売するのはデジタル上のトランク。個数は数百個ほどということなんですね。このトランクですね。こちらのトランクです。で、1年間にわたりフィジカルを含むアイテムがエアドロップ、限定コミュニティへのアクセス権が得られる、その NFT に対するユーティリティがついているということですね。で、販売の対象は日本を含む7カ国で、6月の8日から公式サイトでウェイティングリストへの登録が可能になるということです。なので、本当にね、気になられた方ね、ぜひこのウェイティングリストの登録だけでもね、してみてください。はい。それでね、当たるかどうかってわからないじゃないですか。そう。なので、ウェイティングリストだけね、とりあえず入れておくというのはね、ありなのではないかなと思います。ちょっとね、私もね、できたな、この、ちょっと586万円ですよ。めちゃめちゃ高いじゃないですか。めっちゃ高いですよ。なんですけど、とりあえずね、ウェイティングリストだけは、ちょっと登録してみようかなと、ゆるふわ思っています。多分当たんないと思うから。多分当たんないと思うんですけど、ウェイティングリストだけね、ちょっと登録してみようかなと思います。どういったね、そのウェイティングリストのその、なんていうの、申請内容になっているのかっていうのも、ちょっと見てみたいので、とりあえずね、登録はしてみたいと思います。なんですけれども、多分買えないです。めちゃめちゃ高いから。という感じになっております。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日もね、かなり盛りだくさんのクリプトの最新情報をお伝えさせていただきました。皆さんね、本当にね、いつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。そしてね、今日の夜9時から10時も TikTok ライブ開催させていただきますのでね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。楽しみに待っております。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。当たった。